狼へゲームアナザー全キャラボイス付き続きからやっていきたいと思います。今回は第6回の探索途中からやっていきますね。前回の続きでミホさんとリッツちゃんの遺体が発見されましたね。もうチエちゃんが命がけでリッちゃん助けようとしたのに結局助けられることができなかったという悲しいお話ですね。まあとりあえずこの現状を調べていくために今生き残っているコウ君、リンタロウ、ショウマさんとかに話しかけていきましょうか。死因はこのボウガンの矢で間違いないな。ふむ、まずはリツがどこからボウガンを調達したのかだな。これ武器庫なんじゃないか。そうですね、ボウガンが置いてあった場所か。で次リンタロウ、いきなり二人も死んじゃうなんてびっくりだよね。そうだね、でも今回は処刑がなくて済みそうだからそれだけはちょっと気が楽かな。え、処刑がないってどうして？だってさっきウルフが言ってたでしょ、裁判では死んだ人間を狼に指名しても問題ないって。今回は死んだ二人のうちどちらかが狼なわけだから、俺たち三人の中から処刑する人を選ぶ必要がないんだ。確かにそうだね。それじゃあどっちが狼だったのか念入りに調べないと。うん、ライチョウミホさんの遺体も調べておくか。はい、そっち？俳優のタクヤさんの人形だ。あれ、この人形手にスマホを持っている。これ拡散した時のやつだよな。ん？ SNS の画面が開かれている。このアカウントタクヤさんのみたいだ。しかも投稿された日が5年前。あんなに事件のこと細かく投稿、あんなに事件のこと細かく投稿してやったのに誰も見てねえし、めちゃくちゃレアな映像だったのに全然有名になれないじゃん。これやばいよな。かなり肝心の画像は暗くてよく見えない。5年前、何か事件なんてあっただろうか。ゆうや事件、これは狼ゲームの真相を突き止めるヒントになるのだろうか。まあ、オリジナルやってればね、これがどういうシーンかわかるかな。美穂さんの遺体だ。背中にボウガンの矢が深く刺さっている。今回の狼は美穂さんなのか。狼裁判が始まるまでにどちらが今回の狼なのか結論を出さないと。終わり。とりんたろうにも話したから、じゃあ次しょうまさん。あ、ここにいるんだ。一応りっちゃんの遺体も見とくか。悲しいけども。りつさんの遺体だ。傷口から大量に出血している。今回の狼はりつさんなのか。狼裁判が始まるまでにどちらが今回の狼なのか結論を出さないと。やっぱ推理力高い人とかってさ、この矢の刺さってる向きがとか傷跡がとかって一瞬で気づくんかな。やっぱどうなんだろうね。しょうまさん、りつちゃんとみほさんが相打ちか。確率は2分の1とはいえどっちも死んでるんじゃ狼を確定するのは難しそうだな。あ、でボウガンここら辺になかったっけ。あったあった。あれ、以前はここに何かかけてなかったっけ。ああ、そこには昨日までボウガンがあったはずだぜ。多分リツちゃんの遺体のそばにあったやつだな。なるほど、リツさんはここにあったボウガンを使ったんだ。こんな高い場所にあるとリツちゃん取るのに苦労しただろうな。あれ、でもそれって変ですね。この前リツさんのカバンを調べた時、いろんな武器を隠し持っていました。確かに、わざわざまたボウガン引っ張り出す必要あるのか。凶器になりそうなものはいくらでもあったはずなのに、どうしてわざわざこんな取りにくい位置にあるボウガンを。そりゃあやっぱりボウガンが一番強そうだからじゃねえの。なんかすごい単純な思考。なんといっても飛び道具だしな。確かにそれはそうかもしれませんが、とにかくリッちゃんのボウガンもミホさんのナイフもこの武器庫から持ち出されたと考えて間違いなさそうだ。ええ、そうですね。でもそれだけじゃ2人のどちらが狼だったのかわからない。そうだな。あ、そういえば何、コウ君が何か見てねえかな。コウ君？え、コウさんが。コウさんは何か知ってるんですか。ああ、多分な。コウ君は事件が起きる前あの2人に会ってたんだよ。怪しすぎー。え、実は昨日シャワー室に行こうと思ったらよ、途中でコウ君に呼び止められたんだ。シャワー室は今女子が使ってて入れないってさ。怪しいめちゃくちゃ怪しいよコウ君。コウ君もシャワーを使おうとしてミホさんたちに追い返されたらしいぜ。そうだったんですね。ということは生きているリツさんとミホさんを最後に見たのはコウさんということになる。その時の様子を聞いておいた方がいいな。
武器庫のボウガン。昨日まではボウガンはあったがなくなっている。リッツさんの持っていたボウガンはここから取られたのだろう。ボウガンは少し高い位置にあったようだ。オッケー。で、コウの行動。コウさんは事件が起きる前、リッツさんとミホさんに会っていたようだ。シャワーを使おうとしてミホさんたちに追い返されていたらしい。オッケー。あれ？これさ、証拠見つかった時にこんな証拠出れねんとか出るシーンあったっけ前まで。あれ？てか今んとこボイス付きの実況しててこれなかった気がするんだけど。あったっけ？俺が忘れているだけ？ほんと？なんか電車に移動してるな。もう一回ショーマに？あ、でもミッションは？事件前、コウさんはリツさんとミホさん。あ、コウ君に話しかけんのか。ん？ユキナリ君、何か探してんのか？ちょっとコウさんを探してて。コウ君？コウ君ならさっき上の階に上がったぜ。そうですか。にしてもミホさん、矢が刺さった状態でよくここまで来れたよな。というか、どうしてミホさんは助けを呼ばなかったんだ？誰も呼ばなかったということは、ミホさんが狼ってことじゃ。おー、なんか鋭い視点で言ってるんじゃないこれ。いや、ミホさんが羊だったとしても助けは呼べなかったと思います。見てください、口から血が流れてますよね。きっと矢が肺に刺さって息をするにも苦しかったはずです。なるほど。なるほどな。それじゃあまともに喋るのも無理そうだな。最悪な死に方だな、そういうの考えちゃうと。4階電車。コウ君、何してんの？あの、コウさん？ああ、ユキナリ君だ。ウィス、コウ君に何か用？うん、ちょっと聞きたいことがあるんですけど。俺に聞きたいこと？へえ、そうなんだ。どんな話？おい、リンタロウ、さっきから何のつもりだ？え、どういう意味？とぼけるな。さっきから俺のことをつけ回しているだろう。調査の邪魔だ。向こうへ行ってろ。別にいいじゃん。今回の狼はもう死んでるんだし、都合の悪いことは何もないでしょ。まあいい。おい、ユキナリ、話というのは何だ？実は翔馬さんに聞いたんですけど、コウさんは昨日、リッツさんとミホさんに会ったんですよね。その時の二人の様子を聞きたくて。それ本当？ああ、そのことか。実は俺もあの時の二人の様子が引っかかっていてな。引っかかる？一体どんな様子だったんですか？あくまで俺の印象なのだが、俺がシャワー室に入って二人を見た時、二人ともかなり驚いた様子だった。まさか着替え中だったとか？覗いたの、コウ君。最低。着替え？バカ言え。二人ともまだ服を着ていた。まあ、リツはちょうど帽子を脱いだところだったが。ああ、それじゃリちゃんかなり怒ったんじゃない？バカ、変態、むっつりスケベみたいな言いそう。ああ、俺もその時はてっきり怒鳴られるかと思ったんだが、リツのやつ、怒鳴るどころか俺と目を合わせようとすらしなかった。まるで俺を恐れているかのように。怖いもんな。もう唯一残ってる女性陣二人だもんな。リツさんがコウさんを恐れていた？一体どうしてでしょう？俺が知るか、すぐにミホさんに部屋を追い出されたからな。これから女性だけでシャワーを浴びるから男性は遠慮してくれる、と。ただそのミホさんの様子もかなり焦っているように見えた。普段の落ち着いた印象とはだいぶ様子が違ったのでな。まあ今んとこ弱々しい女性陣とか子供だけ殺されてるからな。おのずと自分が狙われるんじゃないかって恐怖は抱いちゃうよな。それがどうも引っかかっているんだ。リツさんは怯えていて、ミホさんは焦っていた。それってどういう意味なんだろう。リッちゃんは羊でミホさんは狼なんじゃないかっていう感じに思ったってことじゃない？コウ君は。さあね、二人が死んじゃった以上調べる手段がないよね。おい、リンタロウ、その口ぶり、何か心当たりでもあるのか？そんなものはないよ。狼が死んじゃった今、情報を隠す意味なんてないし。それもそうか。リツさんとミホさんの死ぬ直前の様子は聞けたけど、これだけじゃやっぱりどちらが狼だったのか断定はできない。どうしてリツさんは怯え、ミホさんは焦っていたのか。それを推測する手がかりを何か残していないかな。ってなると荷物チェックしていく？昨日コウさんがリツさんと会った時、なぜかコウさんは、なぜかリツさんはコウさんと目を合わせようとしなかったらしい。リツさんはコウさんを恐れていたようだ。ミホさんはこれからシャワーを浴びるから男性は遠慮してくれると言い、コウさんを追い出したらしい。
美穂さんはかなり焦っているように見えたと言っていた。はいはい。まあ荷物チェックぐらいしかないよね、やれること。おお、入れ替わってる入れ替わってる。この電車、やっぱりこれは。翔馬さんがいつになく真剣な顔つきで考え事をしている。思い出したのか。俺も確かにこの光景には見覚えがある。だけど今は美穂さんのことを調べる方が先だ。裁判までどれくらい時間が残っているかわからないし。雪なりはな、もうタイムリーな記憶だよな、これはもう。タイムリーではねえか、5年前だもんな。あーで、相変わらず一緒にいる。まあ一応話しかけとくか。あれは凛太郎とコウさんだ。何を話しているんだろう。凛太郎、お前が何を考えているのか知らんが、これ以上俺につきまとうつもりなら羊だろうと容赦はしない。そんなに怒らないでよ、コウ君。羊同士喧嘩をしたっていいことなんて一つもないでしょ。だったらこれ以上俺を怒らせるな。はいはい。凛太郎のやつ、相変わらずコウさんと一緒にいるみたいだ。一体何が狙いなんだ。気にしても仕方ない。俺は死んだ二人のことを調べないと。終わり。そう、調べるにしても、まあ荷物ぐらいしかないもんな。サトルさんか。いかにも医者という感じのカバンだ。りっちゃん、りつさんの荷物だ。猫の足跡のデザインが可愛らしい。みおさん、どこに荷物置いてたっけ。たくやさんか。触らないでおこう。触らないんだ。あ、やったあったあったあった。美穂さんの荷物だ。そうだ、リツさんの荷物はこの前徹底的に調べたし。発言が。まあまあ、視聴者のために調べただけだからね。ストーカーとかそういう目的ではないからね。まだ調べていない美穂さんの荷物から手がかりを探そう。それじゃあ失礼します、美穂さん。じー。なんか開け方がやらしいな。カバンを開けると中からいい香りがした。もうなんか、いやらしいな、お前。さすが美穂さん。香水とか化粧品がたくさん入ってるみたいだ。できる大人だね。念のため全部取り出してる。噛んだ。取り出して見てみるか。これはメイク道具だ。すごい数だな。ん？これってクレンジング？化粧落とすやつだっけ？俺こういうのはあまり詳しくないけど、クレンジングって確かシャワーとか浴びる前に化粧を落とすためのものだよな。そういえばさっきコウさんの話だと、美穂さんたちはシャワーを浴びようとしていたって言ってたよな。美穂さん、シャワーを浴びるつもりだったのに、どうしてクレンジングを持って行ってないんだ？ひょっとしたら美穂さんは、最初からシャワーを浴びるつもりはなかった？おお、狼臭くなってきている。じゃあなんで昨日美穂さんはコウさんに、これから女子はシャワーを浴びるから男子は遠慮してくれると言ったんだ？なんだか美穂さんが怪しいな。みおさんのカバンに香水とかメイク道具がたくさん入っていた。みおのクレンジング。みおさんのカバンに入っていたクレンジングだ。あまり詳しくないが、シャワーとか浴びる前に化粧を落とすために使うものだと思う。オッケー。まあこれでとりあえず行き詰まっちゃうんだけども、もう一回遺体を調べてみるしかないか。あとは病室。みほさんの遺体だ。ボウガンの矢が深々と刺さっているな。遺体の状況からして、美穂さんはリツさんの遺体があったシャワールームから病室まで背中に矢が刺さったまま戻ってきたんだと思う。即死ではなかったにせよ、どうやらこの矢が致命傷となったようだ。でも血の跡がなかったっぽいよな。ん？この矢少し変じゃないか。リツさんがボウガンで美穂さんを撃ったとしたら、リツさんの身長と矢が刺さっている位置から考えて、なんか今日シュウヤン下回ってないよ。きっと矢は下から上に刺さるはずだよな。だけど、このボウガンの矢の向きは上から下に刺さっている。おっと、身長高い人が撃ってるな、それは。これって一体どういうことだ？ただの俺の考えすぎか？ん？さっきは気づかなかったけど、美穂さんの目元、少しだけお化粧が流れたような跡があるな。これって涙？あの気丈な美穂さんが泣いていた。ボウガンで刺された痛みなのか、それとも死への恐怖からか、それともリツさんを殺そうとした罪悪感。早っ、大した情報集まってないんですけど。え？狼による殺人後12時間が経過した。これより狼裁判を改定する。え、もう？とにかく集めた証拠をもとに判断するしかない。
リッツさんとミホさん、どちらが狼だったのか。二人の死を無駄にしないためにも、間違えるわけにはいかない。ボウガンの矢、ミホさんに刺さっていたボウガンの矢の向きは上から下に刺さっていた。それでは、狼に関する証拠は見つけることができたでしょうか。カイドウ、ミホ、神木リッツ、どちらが狼だったのか話し合いで決めるんだ。今回も皆さんの見事な推理を期待しています。第6回狼裁判改定だ。サクサク始まるね、今回。残るは4人か。お、最後の最後で合成タイム、これもしかして。まさか裁判の前に2人も死んじゃうなんてね。あ、でもこの裁判は確かにフルボイスじゃないといけない気がする。確かに。だが、そのおかげで狼を絞りやすくなった。二人のうちのどちらかが狼ってわけだな。ああ。状況から見て相打ちになったのは間違いない。問題はどちらが先に手を出したのかですね。ナイフで刺されたリツちゃんか、ボウガンの矢で撃たれたミホさんか。ああ、そのことなんだけどよ。俺、分かっちまったんだよ。事件の真相。え？ショウマさんが？本当かな。どうせまたいい加減な思いつきじゃないの？まあ一応聞いておいてやるか。お前ら、なんだその態度は。すみません。それで事件の真相って？ああ、リツちゃんが持っていたボウガンを見て思いついたんだよ。あれって遠距離から使う武器だよな。それはまあそうですね。ってことはよ、ナイフなんかと違って反撃を受けないよな。うん、相手から離れてるからね。つまりだ、リツちゃんが先にミホさんを撃ったならリツちゃんがナイフで反撃されるはずがない。そうだろう。でも今回の事件でリツちゃんはナイフで刺されて死んでいた。はい。リツちゃんが先にミホさんを撃ってたらナイフで刺されるはずがないんだから。つまり先に手を出したのはミホさんだ。狼はミホさんで間違いない。そうだろう。黙り込んじゃった。へへへ、俺の名推理に言葉もないみてえだな。あの、ショウマさん、確かにボウガンならすぐには反撃されることはないと思います。しかしミホさんは背中を撃たれた後も歩くことはできたんです。その証拠にミホさんはシャワールームでリツさんをナイフで殺害した後、病室に向かってそこで息絶えていました。え？それがどうかしたのか。つまり先にリツちゃんがミホさんを撃ったとしても、撃たれたミホさんにも反撃のチャンスはあったということだよ。あ、つまり持っている武器だけではどちらが先に仕掛けたか判断できないということだ。お前、そんなことも気づかずに調査してたのか。うるせえな。そういうことは先に言えよ。とにかく現場の状況だけじゃ何もわからないってことだよね。それじゃあよ、リツちゃんとミホさんの昨日の行動から何かわからねえのか。確か最後に二人が目撃されたのはシャワールームなんだろ。ああ、昨夜美穂さんはこれから女子だけでシャワーを浴びると言っていた。まあ実際に起こったことは殺人だったわけだが。そうだね。きっと狼が羊と二人きりになるために相手をシャワーに誘ったんだ。問題は二人のどちらが相手を誘い出したかということだが。そのことならおそらく見当がつきません。
そうなのか。はい、狼はシャワー室に羊を誘い出して殺すつもりだった。つまり狼はシャワーを浴びるつもりがなかった人物、そしてその人物を刺す証拠を俺は持っています。これはミホさんだろ。どれだ、クレンジングか。シャワーとか浴びる前に化粧と、これ、えい。なんだそれは、ボイスがいきなりなくなった。ああ、これはクレンジングだな。風呂とかに入る前に化粧を落とすためのやつだ。へえ、しょうまさん詳しいんだね。まあ、女と同棲した経験があればこれぐらい常識だぜ。君たちみんなそこそこ可愛い顔してるけど、さては大人の恋愛はしたことねえな。大人の恋愛。なんか動揺してる。あ、もしかしてお前らまだど、しょうまさん、議論に関係ないことは話さないでください。すまんすまん、年頃の男の子にとってはちょっとデリケートな問題だったな。ねえしょうまさん、どう、何。やめろ、凛太郎にはまだ早い。凛太郎も掘り下げなくていいから。くだらん、早く議論を進めるぞ。とにかくこのクレンジングは美穂さんのカバンから見つかりました。美穂さんの。はい。あ、だけどそれっておかしいよな。美穂さん人一倍お肌に気を使ってそうだったのに、シャワーに行くのにクレンジングを持っていかないなんて変じゃねえか。なるほど、つまりそれを置いていったということは、美穂さんはシャワーを浴びるためにシャワールームに行ったわけではなかったということだね。じゃあやっぱり美穂さんが狼ってことじゃねえか。はい、俺もそう思います。ああ、どうやら間違いなさそうだな。確かにそうかもしれないけど、だとしたら昨日リツちゃんが僕に言ったことは何だったんだろう。おっと、新しい証拠出てきたよ。ちょっと待て、凛太郎くん、お前昨日リツちゃんと話したのか。うん、実はそうなんだ。リツちゃん言ってたよ、今回の狼はコウに間違いないって。なるほどね、だからずっとコウくんつきまとってたわけだ。何、コウさんが狼？うん、少なくともリツちゃんはそう思ってたみたい。なんでもコウくんが武器庫でナイフを取り出すのを見たんだって。本当なんですか、コウさん。おい、どういうことだよコウくん。なるほど、それで今日お前は俺のことをずっと監視していたというわけか。まあそういうこと。だが残念だったな、俺は今回狼ではない。確かに俺は武器庫からナイフを持ち出したが。はっ、コウさん、それじゃやっぱりコウ君が今回の狼。おい、誤解するな、ナイフはあくまで護身用に用意したものだ。え？護身用ですか？ああ、これだけ人数が減れば狙われる可能性も高くなる。羊であろうと身を守る術を持つのが当然。お前らだってそうだろ、武器の一つや二つすでに隠し持ってるはずだ。それは。さあ
それはどうかな。え、もしかしてみんな武器を隠し持ってるの？ひょっとして何も持ってないのって俺だけ？これ結構危ない発言だよね。もしね、次本当にまだ狼ゲームが続いた場合ね、確実に狙われるのユキナリだからね。ユキナリ君ってのんきだね。この後に及んで何の備えもしていない奴がいるとはな。とにかく俺が武器を持っているからといってそれが狼だという証拠にはならない。そう、それはそうだな。おそらくリツは早とちりをしてしまったのだろう。そして俺を狼だと勘違いしたためにミホさんが羊だと思い込んでしまった。そうだとすれば、俺が二人に会った時様子が変だったのにも納得がいく。ミホさんが焦っていたのは殺害の瞬間を目撃されるのではと思ったから。そしてリツが怯えていたのは俺が狼だと勘違いをしていたからだ。そしてそんな勘違いはリツが狼だった場合起こり得ない。つまりリツは羊だった。狼はミホさんで間違いない。なるほど。そうか、ミホさんは油断したリツちゃんをナイフで刺した。でもリツちゃんはもしもの時のためにボウガンを用意していて、最後の力を振り絞って去り際のミホさんを後ろから撃ったってわけだ。撃たれたミホさんはなんとか傷の手当てをしようとしたけど力尽きてしまったんだね。これが今回の事件の真相か。ああ、狼はミホさんで間違いない。結論が出た以上今回の裁判はこれで終わりだな。ああ、俺も異論はないぜ。確かにリツさんが狼のはずがない。リンタロウとコウさんの証言がそれを裏付けている。そうなれば狼はミホさんということになる。だけど二人が相打ちになったとしたら、遺体の痕跡のあの違和感は何だ？あの違和感の謎が解けない限りまだ裁判を終わらせるわけにはいかない。これはこれでしょ。矢の向きが違うと。矢の向きじゃないか、角度か。ちょっと待ってもらえませんか。実は俺まだ気になる点が残っていて。あれ、防止タイム終わった？気になる点？おいおい、急に終わったよ。なんだよ今さら。狼は美穂さんだって結論が出たところだろ。これ以上何を話し合う必要があるんだよ。まあまあいいんじゃない、時間はまだたくさんあるんだし。それで雪成くん、気になる点って何のこと？それは美穂さんの遺体に刺さっていた矢の角度だよ。刺さっていた矢の角度、なんだよそれ。フルボイスタイム復活？もしリツさんがボウガンで美穂さんを撃ったとしたら、リツさんの身長と矢が刺さっている位置から考えて、きっと矢は下から上に刺さるはずだよね。だけどこのボウガンの矢の向きは上から下に刺さっている。これっておかしくないですか？あれ確かにそうだな。あー、それだったらほら、矢が山なりに飛んで刺さったとか。ボウガン？いえ、そうだとしたらここまで深く刺さるとは思えません。確かにあの矢かなり深々と刺さってたもんね。まっすぐ早く飛ばさないとあんな刺さり方はしないと思うな。そんなこと簡単に説明がつくだろう。
おそらく美穂さんが撃たれた時、彼女はかがんでいたんだ。それならば律の身長でも上の方から矢を刺すことが可能だ。あ、そうか。だけどよ、どうして美穂さんはかがんでいたんだ？人を殺した後なんだし、すぐに逃げるはずじゃないのか？そんなこと俺は知らん。コウさんの言うことももっともだ。理由はわからないけど、美穂さんがかがんでいた可能性も確かにある。だとすると、矢の刺さった角度なんて問題にはならないのか？ねえ、雪成くん。何、凛太郎。君は美穂さんをボウガンで撃ったのが律ちゃん以外の別人の可能性がある、そう言いたいの？そこまでは言ってないけど、ただなんか違和感があるというか。実は僕もどうしても気になる点があってさ。それって何？リツちゃんの遺体だよ。最初に見た時からなんか変な感じがするんだ。違和感？どこに？俺は別に何も感じなかったけど。そうなんだよね。引っかかっているのは僕だけみたい。だけど、どうして僕だけ、リツちゃんの遺体の状況に違和感を覚えるんだろう。僕だけが違和感を覚えるってことは、僕とリツちゃんだけの共通点でもあるのかな。リツさんとリンタロウの共通点？やべえ、全然わかんねえ。そういえば、はい、この前みんなで食事した時、そんな話で盛り上がったような。ねえ、凛太郎、凛太郎がリツさんの遺体に覚えた違和感、ひょっとしてこの部分じゃないかな。わかんない。どこどこ？手、髪、口、帽子、おかしな部分、なんか光ってくれてない？頭全然違ったやばいよ、全然わかんないよ。おい、雪なり当てずっぽうで発言するのはごめんなさい。何か言いたいことがあるならちゃんと根拠を持って発言しろ。すみません、クソ、変なことばかり言ってると俺が狼だと思われてしまう。間違えないように慎重に答えないと。どうするどうする、どれどれ。あ、利き腕だ。わかったわかった。りっちゃん左利きだ、確か。あ、こっちか。ここだ、ここだ。ここだ、ここだ。あ、いた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 。思い出した、思い出した。そこは、ボウガンの落ちてる場所？うん。確か、りつさんって、左利き、だったよね。あ、そうそう。みんなで食事したとき、僕と一緒だって話になったんだよね。あれ？だけどリツちゃんの遺体はボウガンを右手で握っている。うん、普通ボウガンを握る場合利き手で持つはず。だけどリツさんは利き手とは逆の手にボウガンを持っているんだ。そっか、僕が覚えていた違和感の正体はこれだったんだね。あれ？そうなるとどういうことになるの？つまりリツさんが自分で利き手とは逆にボウガンを持つとは思えないということは、リツさん以外の誰かが彼女の右手にボウガンを持たせた。え？まさか美穂さんが？いや、背中を撃たれた美穂さんにそんなことをする余裕があったとは思えない。それに美穂さんはリツさんが左利きだって知ってたはずだよ。
食事の時一緒にいたんだから。あれ？でもそれならあの時一緒に食事をした人たちはリッツさんが左利きだと知っているはず。おい、ユキナリ、リンタロウ、さっきから何を二人でこそこそ話している？話し合いなんだからちゃんと俺たちにも聞こえるように話せよな。まさか。え、何か気づいたの、ユキナリ君？うん、思い出したんだ。あの日みんなで食事した時、この人だけはリッツさんが左利きだという話を知ることはできなかったんだよ。ここまで来てね、ツンデレがね、出れてはないか、このツンツンのせいで追い詰められてしまうコウ君ね。コウさん、あなたなんですか？リッツさんの右手にボウガンを握らせたのは。何？は？おい、どういうことだよ。俺にも分かるように説明しろ。リッツさんは左利きだったんです。だからボウガンの持ち手を右手で握るのはおかしい。ショウマさん、あなたはリツさんが左利きだと知っていましたよね。え、ああ、そういえば聞いた覚えがあるな。確かこの前みんなで飯を食った時、リンタロウ君とその話題で盛り上がってたろう。ええ、そうなんです。俺もリンタロウもショウマさんもあの時一緒に食事をしていた人たちはリツさんが左利きだと知っていた。ただ一人一緒に食事をしなかったコウさんを除いて。あ、そうか。あの時コウ君はさっさと部屋を出て行ったから僕とリツちゃんの会話を聞いてなかったんだね。そう、つまりリツさんが右手にボウガンを持っていた理由は、コウさん、あなたが持たせたとしか考えられないんです。 おい、なんとか言えよコウ君。まさかリツが左利きだったとは。俺としたことがこんな見落としをするとはな。お、開き直ったよコウ君。お前、あれれ、それじゃあコウ君認めるの？美穂さんをボウガンで撃ったのは自分だって。てっきりまた濡れ衣だって言い出すかと思ったのに。今となっては隠す理由もない。さっき雪成が狼は美穂さんだったと立証した。クレンジングとやらがあった以上、その事実に変わりはないはず。俺が狼を殺したところで美穂さんが狼であるという結論に変わりはないだろう。ちょっと待てよ。そもそもどうして殺す必要があったんだ？美穂さんが狼だって分かってたなら裁判で処刑すりゃ済む話だろ。確かにそうなんだ。美穂さんが狼なのはきっと間違いない。コウさんがそれを知っていたとしたら、美穂さんは裁判で告発すれば済む話だ。羊であるコウさんがわざわざ狼を殺す理由なんて。まさか。ユキナリ、やはり気づいたようだな。俺が狼を殺した理由、お前なら想像できるだろう。え、ユキナリ君が？そうなのか、ユキナリ君。はい。狼は二人いた。はい。今回の狼
コウさんとミホさんの二人だったんですね。狼が二人？なんだよそれ。そんなわけないだろう。だって今までずっと狼は一人だけだったじゃねえか。それはどうかな。なんだと？実は狼が二人選ばれることもあるんです。え？どうして雪成くんにそんなことがわかるの？それは二日目の狼ゲームではおさむさんだけでなく俺も狼だったから。はあ？マジかよ。うわ、ここへ来て意外な事実の発覚だね。やはりそうだったか。狼ゲームの2日目、お前の行動は明らかに不審だった。あの時から俺は狼が2人選ばれた可能性を疑っていたんだ。そして今日その疑いは確信に変わった。俺と美穂さんの2人が狼に選ばれたのだからな。いや、ちょっと待て。やっぱりおかしいって。狼が二人いたとして、どうして狼同士で殺し合う必要があるんだ？普通、協力して生き延びようとするはずだろう。共犯者がいれば、裁判で他の羊に罪をなすりつけることだって。そんなことをして、何のメリットがある？は？いいか。仮に二人の狼が協力して、他の羊に罪を着せたとしよう。だが、羊を処刑したとしても、狼を処刑していないのだから、脱出の扉は閉じたままだ。その結果、結局、生存者が一人減るだけ。そして人数が減れば、次のゲームで狼に狙われるリスクも増える。つまり、狼が二人いたとしても、互いに協力するのは、羊を殺すまでだ。裁判になれば、今度は狼を処刑するために、お互いに罪をなすりつけようとするだろう。そうしなければ、脱出の扉が開かないのだからな。なるほど。そう言われれば、確かに。美穂さんも、そのことは重々わかっていたはず。だからこそ、俺は美穂さんがリツを殺した直後、彼女を、ボウガンで撃った。美穂さんが俺に罪を着せようとする前に、殺したんだよ。マジかよ。あのさ、ちょっと気になったんだけど、そもそもどうしてコウ君は美穂さんが狼だってわかったの？それは簡単なことだ。美穂さんは最初、俺を殺そうとしたからな。え？幸い、俺はボウガンを持っていたから、美穂さんの襲撃を防ぐことができた。その時俺は彼女に、俺も狼だと告げたんだ。警戒心の強い羊を殺すには、やはり狼一人では難しい。俺は美穂さんと羊を殺すために協力することにした。そして美穂さんが獲物をリツに定めたんだ。女同士なら二人きりになりやすいと思ったのだろう。そして、俺と美穂さんは、リツにわざと俺が武器庫を漁っているところを目撃させ、リツに俺が狼だという認識を持たせた。それと同時に、リツは美穂さんが味方だと思い込んだ。なぜならリツは、狼が二人いるなんて考えてもいなかったはずだからな。なるほど。そして、リツが油断している間に、美穂さんがリツを殺したんだ。そしてその直後、
俺が美穂さんを背後からボウガンで。これが今回の事件の真相だ。なんてこった。コウさん、あなたは。さて、話は以上だ。ところでお前たち、ちゃんと理解しているのだろうな。俺がなぜこれほど簡単に自分が狼だと認めたのかという理由を。やっと BGM が返ってきた。どういう意味だよ。つまり狼は美穂さんとコウ君の二人だったけど、裁判で狼だと指摘できるのは一人だけだから、美穂さんを狼として処刑しろってことだね。勘のいいお前なら分かったか。そうだ、今凛太郎の言った通りだ。この狼ゲームのルールにおいて、裁判で処刑する狼は死人であっても構わない。つまりこの裁判で美穂さんが狼だという結論を出せば、脱出の扉が開くんだ。そうか。ここでコウ君を処刑したら、残りはたったの3人。次のゲームで殺される確率が、ますます上がっちまうな。それぐらいの計算はできるようだな。だったら、これ以上、裁判を続ける意味はないな。美穂さんが狼で確定だ。これで今回のゲームは、終わりにしよう。確かに、コウさんの言う通り、このまま美穂さんを処刑すれば、脱出の扉が開く。コウさんは、自分が狼だとあっさり認めたし、嘘をついてるとも思えない。だったら、これ以上話し合う意味はない。か。本当に、それが通ると思っているの？お、凛太郎の、いいね。このタイミングでこの発言すごくいいよね。凛太郎？は？どういう意味だよ。コウ君、君って本当に頭が良くて、狡猾な男だよね。なんだと？さっきから自分に都合のいい話ばかりしてさ、僕らがこの事件の別の可能性について考えないよう仕向けているでしょ。別の可能性？おい凛太郎、今さら何を言い出すつもりだ。よく事件を振り返って考えて、雪成君。犯行に使われたボウガンは人を殺すのには十分すぎる武器だよね。そしてそのボウガンを持っていたのは、リツちゃんではなく、コウ君だった。うん。ということはさ、コウ君は、そんな危ない武器を持っていたんだから、誰かを脅すことだって、できたんじゃないかな。コウさんが、誰かを脅していた？でも、一体何のために？さあね、それはわからないけど。わからないの？雪成くん、これはあくまで可能性の話だよ。可能性の話。もしコウさんが誰かを脅せたとしたら、という状況で事件を考えればいいってことか？凛太郎、いい加減にしろ。そんな可能性の話をしたって結論は変わらない。俺と美穂さんが狼で、美穂さんが律を殺したのは疑いようのない事実なんだからな。確かにコウさんが言うには、美穂さんとコウさんが狼で、美穂さんが律さんをナイフで刺して殺した。その事実を否定するような証拠は何も見つかっていない。だから美穂さんがリツさんを殺したという事実がある限り、
美穂さんは狼で確定だ。いや、だけど待てよ。もしさっき凛太郎が言ったようにボウガンを持ったコウさんが誰かを脅していた、そんな状況だったとして、あの人の取った行動がコウさんに脅されてやったことだとしたら、これまでの裁判の結論とは別の可能性が考えられるんじゃないか。確信をつけ、リツは羊でコウとミホが狼、その事実は異なる可能性は、コウは羊だった、ミホは羊だった。狼のコウ君がミホさんを脅したと。手伝わないか。もしかしてコウさんは羊であるミホさんを脅してリツさんを殺すよう命令してたんじゃないですか。そう、それを言いたかった。何？どういうことだよそれ。つまり美穂さんは本当は羊でボウガンを持っていたコウさんに脅され仕方なくリツさんを殺したということです。じゃあ本当はコウ君一人だけが狼で、コウ君が羊同士で殺し合いをさせたってことか。あくまでコウ君が美穂さんを脅していたらっていう可能性の話だけどね。はあ？さっぱり理解できねえ。美穂さんとコウ君が狼じゃなかったのか？だから可能性の話って言ってるでしょ。何の確証もない想像の話だよ。バカバカしい。俺が羊を脅して殺しをさせるだと？そんなことありえないだろ。まず羊の立場で考えてみろ。羊が狼の指示に素直に従って何になるんだ。たとえその羊が狼に指示されて誰かを殺しても、狼は裁判で自分が指示して殺させたことがバレないようにその指示をした羊を殺すに決まっている。それはそうですけど、もしその羊がボウガンを突きつけられて脅されていたとしたら、確かに俺でもきっと逆らえねえな。これを仮に今回の事件に当てはめると、狼であるコウ君に脅された羊のミホさんは仕方なくリツちゃんを殺した。しかもコウ君は一回狼サイドで人殺してるからな、本当にこいつはやりかねないってミホさんも思っちゃうよな。だけど結局口封じのためにコウ君に始末されちゃったっていうことだね。まあ美穂さんが脅されていたっていう確かな証拠もないし、これはあくまで想像の話なんだけどね。おいお前たち、本気でそんなことがあり得ると思っているのか。リツと美穂さんが二人とも羊だっただと、そんなことあるはずないだろう。そんなことあるはずないなんてどうして断言できるの？わかんないじゃないそんなこと。お前さっきから何を。そんな証明できないことを次から次へと。あれれ、それを言うならコウ君も一緒じゃない。何？コウ君だってさっき美穂さんは狼だったって言ってたけど、狼であるコウ君の証言だから嘘をついてる可能性だってあるんだし、実際に美穂さんが狼だったかどうかは確かな証拠もないんだから証明できないよね。確かに。なるほどな。要するに美穂さんは羊だったかもしれないし、やっぱり狼だったかもしれない。どっちが真実なのか、そもそもコウ君の証言以外の証拠がないから確かめようがないってことか。そういうこと。となると僕らにできることは一つだけだよね。え？なんだよそれ。もちろん自白した狼の処刑だよ。
凛太郎、貴様、凛太郎追い込み方がうまいよな。もうそういうリスクを考えちゃったらもう確定の狼のコウ君を釣るしかないもんな、この状況。確かに美穂さんが狼かどうかは確かめようがないんだから、このまま狼かどうかわからない美穂さんを処刑するより、自分が狼だと自白したコウさんを処刑した方が確実。雪なり、お前まで。そうだな、こいつは自分が生き残るためなら平然と嘘をついて他人を犠牲にしてきたやつだ。これ以上騙されるのはごめんだしな。ま、拓也さんの時と違って今回は本当にあんたが狼だったんだから恨みっこなしだぜ、コウ君。待て！それじゃあ今回の狼はコウ君で確定だね。ああ、俺も今度こそ異論はない。すみません、コウさん、あなたの言葉をできれば信じたい。だけどこれって自業自得だよね。ま、コウ君の方も他人のことを信用していないみたいだし、お互い様ってことで。ふざけるな！くそ、こんなはずでは。いいね、なんか凛太郎の本性がなんかちょこちょこ垣間見えてきてるのがいいよな。しかもさ、翔馬さんもさ、やっぱ女性陣殺された怒りがあるんだろうね。なんかちょっと冷たかったよね、コウ君に対しての一言が。3人かなり減ったよな。次へ進め。それでは皆さん、今回の処刑対象は新村コウでいいですか？ちょっと待て。コウ君、お前らに一つ提案がある。ここは一つ金で解決しないか？え？金？ああ、自慢じゃないが、俺はこの年にしてかなりの額の金を持っている。もしお前らが俺を処刑せずに美穂さんを狼として処刑するなら、全員に1億ずつ渡そう。1億？マジかよ。これは決して嘘じゃない。ここで欠板付きで誓約書を書いたっていい。とにかく俺を処刑するのは考え直せ。それは。それに俺を処刑しなければメリットはある。もう凛太郎の目がもうゴミを見るような目で見てるもんな、コウ君のこと。俺はこの中でも相当頭は切れる方だ。きっとここから脱出するのにも役に立つはずだ。だから俺を処刑せずに俺を生かせ。お前らは俺を処刑しないと選択するだけで1億もの金が手に入るんだ。悪くない話だろ。おい、何を黙っている。おい、雪なり。断る、お金を受け取る、お金を受け取るのがある。もう断ろうか。ごめんなさい、俺はあなたを信じられない。俺もだね。ここで翔馬さんも意外だよな。なんか意外と乗りそうな雰囲気かと思ったけど、翔馬さんは乗らなかったね。もう最初から答えは出てるよ、コウ君。わかった、じゃあ2億でどうだ。コウさん、雪なり、お前なら賢い判断ができるはずだ。これまでの裁判でもお前は鋭い発言をしていた。俺はお前に一目置いてるんだ。
と。俺が誰かを認めるなんてめったにないことだぞ、ユキナリ。だから考え直せ。俺を処刑するな。すみません、母さん。くそ俺がバカだった。バカなお前たちと手を組もうとした俺がな。でも君はそのバカな僕たちに殺されるんだけどね。おい、メイリー、ウルフ、処刑するならさっさとしろ。おーおー、最後まで威勢がいいね。かっこいいな。じゃあね、コウ君。それでは処刑を開始する。今回は頭脳明晰の新村コウさんらしい処刑法を用意したので、ぜひ楽しんでください。それでは処刑を開始します。いやー、やっぱ声優さんの演技よね。コウ君のこの最後の絶命のためにきっとこの裁判はフルボイスだったんだと思う。俺は最後の最後、散り際までね、かっこよかったわ、コウ君。ずーっと首絞められてんだもんな、これ。この勢いで解いてたら、でもなんか普通に生き残りそうだったよね、コウ君。コウ君、拓也さんは本当生き残りそうだったよな。主人公だったんだぜ、みんな。オリジナルでコウ君、凛太郎の思いを告げるために頑張ったんだぜ、コウ君。こんな最後って。無事処刑が完了しました。それではお前らの推理が正しいのか答え合わせをしようか。お前らが処刑したあいつは、実際に美穂さんは狼だったのかね。その真相は多分ここ分かんないままだよな。気になるよな。お見事、狼でした。お見事、正解です。皆さんの推理通り、新村コウが狼でした。そして今回の狼は、皆さんの推理通り、ああ美穂さんも狼だった、ちゃんと分かったわ。新村コウとカイドウ美穂の2人が狼でした。やっぱり美穂さんも狼だったんだ。コウ君は本当のこと言ってたんだな。ちなみに狼の2人は協力関係にあり、神木律を殺した実行犯はカイドウ美穂だが、この殺人の計画は全て新村コウの指示のもと行われていた。つまり全て新村コウの犯行だったということです。これが今回の事件の概要だな。自分が生き残るためにリツさんの殺人を計画して、協力者だったミホさんまでも殺すなんて。コウ君ってかなり危ない人だったんだね。でもむしろ死んでくれてせいせいしたかな。え僕ああいう人間本当に大嫌いなんだよね。ああ、なんかどんどん巣に戻ってきてる。凛太郎、音符マークもつかなくなってる。凛太郎、さあ、それじゃあ無事狼も処刑できたし、メリー、ウルフ、早く脱出の扉を開いてよ。わかりました。約束通り今から脱出の扉を開く。私が言うのもなんですが、そろそろ出られるんじゃないですかね。それでは脱出の扉オープン。この先何があったっけ？お？最初から？あ、これコウ君の家。ミントは無事か？ここが新村コウの自宅ですね。おじ、へえ、ずいぶん綺麗な部屋に住んでるんだね。
物も少なくて整理整頓もバッチリだ。警部の部屋とは大違いですね。僕は片付けが苦手だからね。半年前に警部の家にお伺いした時はかなり悲惨な現場になっていましたが、あれからちゃんと掃除してるんですか？ふん。その反応、絶対掃除してませんね。笑ってごまかしたもんね。もう僕の話はいいんだよ。早く新村公の部屋を調べようよ。そうですね。それにしてもこのマンション一体何部屋あるんだろう。ここ結構高そうなマンションだよね。彼21歳だっけ？はい。こんなに立派なマンションに住んでるってことは相当お金持ちみたいだね。彼は主にネットで稼ぎを得ていたようです。どうやら犯罪事件や他人の不幸をまとめたサイトを運営していたようで、かなり踏み込んだ内容まで書かれているらしく、ネット界隈では有名みたいですよ。なるほど。他人の不幸は蜜の味って言うしね。人はいつだって不幸な出来事に惹かれるものだよね。そこに価値があるのかは疑問だけど。ミント、ミント大事に扱ってくれな。あれあれ、猫がいる。新村コーの飼い猫でしょうか。ねえ、君の飼い主がどこに行ったか知らない？そうかそうか、君もわからないのか。ゲーブ、遊ぶのはその辺にしてください。早く捜査を。はいはい、わかってるよ。着信ですね。はい、神崎です。え、本当？うん、わかった。すぐに行く。警部、一体どうしたんですか？椿ちゃん、急いで本部に連絡して応援を呼んで、行方不明者の居場所が分かったらしい。最初から。これで第8章かな。あ、だね、狼デスマッチ。じゃあ区切りもいいし、一旦ここまでにしましょうかね。ラストドアって書いてあるね。まあここは次回のパートに見ましょうかね。もう終わりだよこれ。ほら、狼ゲームアナザー、全キャラフルボイス好き、終夜の実況もそろそろ終わりが近づいておりますね。ってことで今回はここまでとさせていただきます。いやー、コウくんの名演技すごかったね。やっぱ声優さん様様だったね。うん。まあ、次回もね、多分、この狼ゲームの裏の主人公である彼がの、鬼気迫る演技がまた聞けるのではないでしょうか。楽しみです。それでは一旦終わります。終夜でした。またね。